左側のこの力をプチって切っちゃうんです。そうすると何が起こるかっていうと、こっちは途端に重力に向けてスコーンと落ちるわけですね。だから曲げることをやってるというよりかは。皆さんこんにちは、キャンバスゴルフのアッキー永井です。今日も皆さんに身になるレッスンをお届けしていきたいと思います。いろんなレッスン動画上げてますんで、今回の動画もね、よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、で今回のテーマは、力まずにバックスイングをすれば、もっともっと振れるよ、そんな話をしていきたいと思います。やっぱりバックスイングの上げ方ってダウンスイングにすごく影響してくるので、上げ方ってすごく皆さん気をつけると思うんです。ですが、今回の中でもすごく大事にしていきたいのは、どうやるかではなくて、どうしたらそうなるか、ね、これについて必ず踏まえながら見てくださればいいなと思います。僕のレッスン常にこういった、どうやるかというよりかは、どうしたら自然にそうなれるかみたいなところを重きに置いてやっておりますので、今回が初めて見る動画だという方にはですね、なかなかちょっと最初は分かりにくいかもしれませんが、よかったら他の動画も見ながらちょっとこのエッセンスをね、感じ取っていただければと思います。ゴルフスイングもね、スポーツの動作の一つですから、やっぱり自然にやりたいです。あまりこう考えてこうやってこうやってっていうよりかは、自然にそうなれるようにするっていうのが重要です。はい、それではやっていきましょう。で今回はバックスイングを、フェーズ1とフェーズ2に分けてお話ししていきたいと思います。その理由はまた後ほど分かっていくと思うんですが、フェーズ1はクラブがこの辺りですね、手がそうですね、おへその高さぐらい、クラブは地面と水平かちょっとそれより上ぐらい、ここに来るまではフェーズ1というような形でお話ししていきたいと思います。でそれでは早速どうやるかなんですけども、どうやるかって言っちゃったけど、重力を利用してやっていきます。簡単に言えば、左膝を前の下に下げる、こういう動きをしていきます。こうこうで、これはやってるように見えて、実はそんなにやってないんです。これどういうことかっていうと、我々地球上でこうやって立ってるだけでも、重力の力を受けてこう下へ下へと押しつぶされる力を受けています。でそれに対して上に上にっていう力をかけることによって、僕らはこうやって立ってられるわけですね。ですから、なんかこう均等に上下の力をこう張り詰めた状態ですよね。でここで左側のこの力をプチって切っちゃうんです。そうすると何が起こるかっていうと、こっちは途端に重力に向けてスコーンと落ちるわけですね。だから曲げることをやってるというよりかは、左斜め前に落ちる感じです。落ちる感じ。まずはこれなんとなくでいいんで、ぜひやってみてください。自分から曲げに行くというよりかは落ちる感じ、何かこう操り人形の糸が切れて落ちる感じ。これが分かったら少し、ここを補正していきます。ゴルフのスイングにこれを当てはめていきますから、これをいわゆるそのいい姿勢というか、いいポジションに持っていくために補正します。見てお分かりの通り、スコーンと落ちると少し体は左に倒れますよね。プラス横から見るとスコーン前に倒れてます。じゃあどうしたらいいかというと、左に行くんであれば右に行く要素、前に行くんであれば後ろに行く要素、これを足していくことによって相殺されるわけですね。なので例えば、じゃあこんなスタート位置からやってみましょうか。右に寄って、さらに右の後ろちょっと後ろ、この状態、右に寄っててちょっと後ろですから、正面から見るとこういう状態ですよね。ちょっと右寄りのお尻は右後ろに引けた状態、はい、この状態からまた左の糸をプチッと切ります。スコーン、この状態から、はい、スコーンって落ちる。そうするとこの形になりますよね。でこれを腕を前習いしてやってみましょうか。右に寄って
右の足をちょっと後ろ、ここは左足をスポーン落ちる。そうするとこの形になります。でこれを右に入る動きと左が落ちる動きっていうのを同時にやってみましょう。前習いをして、せーの、スポーン。まあ、これだけでここまで来れるわけです、ね、ですからバックスイングこれやってるというよりかはその形にさせられてしまってる、まあ、そんな風にさえ感じる動き方です、はい、で今のは、まあ、膝を斜め前に曲げた、ちょっと落ちるような動きをしたわけですけど、これによって落ちましたから下へ行く動きと、こっちはちょっと斜め後ろに上がる動きが入ったので、まあ、上下の動きがちょっと入ったわけですね。それから左膝は前に出てますから前に行く動きが入ってます。でこれを消すために右のお尻は後ろに引きましたから後ろの動きですから前後の動きが入りました。なので今上下と前後の力が入ってますんで、じゃあ最後は分かりますね。今度は左右です。左右なのでスコーン、ここまで来ました。そしたら左の足は地面をあっちにグッて蹴ります。そうするとその反作用を受けて左の股関節は右へ動きます。グッてやるからこっちにここは押し込まれるわけですね。スコーンであっちにグッ、そうするとここは右方向に押し込まれます。で今度はこうするとまたおへそだけあっち行ってしまいますから、こっちも反対の力をかけます。右足は地面をあっちの方向にグッと蹴り込みます。その力を受けて、まあ、反作用がこの今度は右股関節にかかって右股関節をあっち方向に押します。ですからこう竹とんぼをこう入れ違いにね手をこするみたいな感じで左があっちに蹴り込むことで股関節はあっちにグッ、右足はあっち、その結果右の腰はグーこっちに入ります。スコーン、グーグー、スコーン、グーグー、ということで結局この3次元の全ての方向に均等に力がかかることによって結局真ん中で回ってるような感じになります。なので落ちていく動作、左右にこう耐える動作、力をかけることによって動きが生まれる。だから何か特定のパーツをすごくわざと動かしているというよりかは、まあ、しかるべき方向に力をかけたことによって動きが生まれる、まあ、そんなイメージです。それだけでまずここまで来れますから、クラブで言うとここまで来ますよね。そう、これがフェーズ1です。見ていてもなんか感じると思うんですが、本当にこれ力入ってなくて落ちる動作、ね、それをちゃんと相殺して自分が真ん中にいられるように右の股関節ちょっと右の後ろに入るわけですが、スポン、そして左右に力をかけて耐える、スポン。そうするとこのね前習いの状態でクラブ持ってますからここまで来ますよね。これがフェーズ1でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、自然の力とかを借りて力まずにバックスイングをする、まあ、そして、もっともっと振れるようになろう、まあ、そんな話でございました。なので、まあ、とにかくこれもう今日言うの3回目になりますが、どうやって動くか、自分で動くというよりかはどうしたらその形になれるか、どうしたらそういう風に動かしてもらえるのか、まあ、そんな風にスイングを考えていくといいと思います。
近い頃からもいろんなレッスンをお届けしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこちらタコベースの普段のね作業動画とか様子は、アキとユーミの冒険というサブチャンネルの方でやってますので、そちらもぜひご覧ください。以上、ありがとうございました。バイバイ。